イスラエル国の首相であるエフード・オルメルトと日本国の第91代内閣総理大臣の福田康夫日本とイスラエルの関係では日本とイスラエルの関係について記述する後にイスラエルを建国するユダヤ人は欧米などに分かれて住んでおり日本とは開国により接点が生じた日露戦争に際してロシア帝国によるユダヤ人迫害に憤き通る ユダヤ人銀行家、ジェイコブシフが日本の戦費調達に協力するなど、日本に大きな影響を与えたユダヤ人もいる。シベリア出兵を機に、ロシア経由で反ユダヤ主義が日本にも流入し、第二次世界大戦にかけて広まった。日本はユダヤ人迫害を国策としたナチスドイツと防強協定を結んだが、ホロコーストには加担しなかった。 一時は満州国へのユダヤ人難民受け入れも検討した。リトアニア駐在の日本人外交官、杉原千雲のように、在欧ユダヤ人の亡命に協力した日本人もいる。ドイツの迫害からソ連を通り極東地域の満州国国境まで逃げてきたユダヤ人難民をハルピン特務機関長だった樋口喜一郎陸軍中将がオトポールから満州国国内を通し、 上海疎開まで脱出などを手伝ったオトポール事件などもある。古代イスラエルの故地へ移住したユダヤ人は1948年5月14日、イスラエルの建国を宣言した。第二次世界大戦で敗戦国となった日本は、1952年4月28日の日本国との平和条約発行により外交権を含む主権を回復した。その直後の同年5月15日に、 日本はイスラエルを承認。同年5月15日、イスラエルが東京に開設したイスラエルの公使館を在外公館と認め、国交が開始された。1954年に日本の在トルコ大使が在イスラエル公使を兼任した。1955年には日本の公使館がテルアビブに開設。1963年に 両国関係は公私レベルから大使レベルに昇格された。なお日本はイスラエルと対立するアラブ諸国やパレスチナ自治政府、イランとも良好な関係を維持し、中東戦争などでは中立を維持している。アラブ諸国やイランからは原油、天然ガスを大量に輸入しており、貿易額は対イスラエルを上回っている。また、パレスチナに同情的な日本人過激派による テルアビブ空港乱射事件が1972年に起きている。1960年、ティコティン日本美術館がイスラエルのハイハーに開設された1993年に両国間の租税条約に調印。科学技術分野の協力と促進に関する2国間の科学技術協力協定を1995年、締結。2000年に両国共に航空協定に調印した。 2015年10月時点で在留法人数は1011名。2015年時点で在日イスラエル人5204名である。2006年7月に日本は平和への取り組みとして平和と繁栄の回廊を創設構想を発表し、これをイスラエルとパレスチナ自治政府との土地をめぐる争いではなく、双方の経済成長とその取り組みに基づくものとした。 シモン・ペレス副首相は2006年9月にビルク・リントン前アメリカ合衆国大統領がニューヨークで開いた国際会議に出席した際、この構想に非常な関心を寄せた。2008年9月に日本政府はイスラエル及びパレスチナ自治政府との会談で本構想の主張を繰り返し、本構想を完成させるための取り組みを続けるよう双方に呼びかけた。 日本はまた、エリコ近くに農産業施設を建設する特別な準備があることに言及し、2009年までに建設を開始したい旨、述べた。東日本大震災が襲った宮城県南三陸町にて、被災地支援に当たったイスラエルの医療支援チームの様子2011年3月11日、日本の東北地方で東日本大震災が起こった。この震災で、 外国政府として初めて医療支援チームを派遣したのがイスラエルであった。被災地の一つ、宮城県南三陸町に医師14名、看護師7名らからなる53名のチームが検査機器など自前の医療機材も持ち込んでクリニックを開設した。活動初日の3月28日、地元の日本人医療従事者との打ち合わせ及びクリニックの設営作業を行い、 3月29日から4月10日にかけて同クリニックを拠点に南三陸町で医療支援を行った。また、支援から引き上げる際にイスラエルから持ち込まれた医療機材が南三陸町の医療復興のために寄贈された。パレスチナ問題において日本はパレスチナを国家として承認していないが2012年11月29日にパレスチナの国連での資格を オブザーバー組織からオブザーバー国家に格上げする決議案には中国、欧州、フランス、イタリア、アラブ諸国と並んで日本も賛成票を投じ賛成138票で採択された。この決議案にイスラエルやアメリカ合衆国は反対票を投じた。2014年5月にはイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相が来日し、天皇、 皇后や内閣総理大臣、安倍晋三と会談を行った。両首相の会談では、安全保障分野での協力の加速や、中東和平交渉に関して意見が交わされた。また、北朝鮮やイランを念頭にした安全保障に関する発言もあった。中東和平で、安倍首相とネタニヤフ首相は、イスラエルとパレスチナの二国家共存による解決で一致した。その他、 先進科学技術と宇宙関連機関での連携、イスラエルは東日本大震災の後に設けた輸入規制の撤廃を確認した。会談後に両首脳は先進科学技術やイノベーションの分野での協力推進、サイバーセキュリティに関する防衛協力等など包括的パートナーシップの構築に関する共同声明を5月12日に発表した。 これを受けて2015年11月、大阪市に西日本イスラエル貿易事務所が開設された。天皇皇后は会談で東日本大震災発生後に同国から寄せられた支援についてネタニヤフ首相に感謝の意を表した。ネタニヤフ首相はイスラエルと日本には共通点がありますとして、ホロコーストとともに広島や長崎などの日本への原子爆弾投下を あげた。このネタニヤフ首相の来日を契機に、同年6月にはイスラエル宇宙局長官が来日するなど人的交流等を含む幅広い分野での包括的協力が前進している。2015年1月18日から20日に、安倍総理夫妻がイスラエルを公式訪問、安倍総理とネタニヤフ首相との首脳会談が行われた。会談では、パリのテロで、 ユダヤ人犠牲者が出たことに、安倍総理から哀悼の意が伝えられ、共同声明に関する取り組みについての確認が行われた。安倍総理は19日の地元紙に、真の友からの提案と題した寄稿をし、日本国外交官の杉原千雲や、東日本大震災時にイスラエルから派遣された医療チームなどの歴史的なつながりを伝え、中東が非常に重要な地域であることの証査として、 就任2年間で5回目となる訪問であることを述べた。また、パレスチナ問題の解決に向けた協力を伝えた上で、ガザ紛争などの入植政策推進が及ぼす影響への懸念から、国際社会が国際法違反とみなす入植活動に配慮を求めた。中東和平の現状について、ルーベン・リブリン大統領を表敬訪問、最終日にヤド・バシェムを訪れ喧嘩が行われた。 両国間の経済発展を進める投資協定交渉が2015年末に合意され2016年2月1日にモシェカハロンイスラエル財務大臣と岸田文雄外務大臣による署名が行われた2017年12月21日の国連総会でエルサレムをイスラエルの首都と認定したアメリカの決定撤回を求める決議が採択された際日本も 決議案の賛成に回った。なお、賛成国への経済援助を打ち切ると表明した、アメリカのトランプ政権の圧力の影響で反対は9カ国、棄権は35カ国に上った。日本は英国やフランスなど米国を除く、他の理事国すべてが賛成に回るという情報が入った。ため、日本だけが異なる行動をとれば、中東の信頼を失いかねないと判断した。 首都認定をめぐるアメリカ国内の意見対立も背景にアメリカ側に原則論を解き理解を求めた。イスラエルと日本はアジアの反対側に位置しています。しかし、これらは別れさせるというよりも結びつけるという事実です。アジアの広大な大陸は絆です。そしてアジアの運命についての意識は一般的な考えです。ダビド・ベングリオンイスラエル首相。 ありがとうございます。